はい、こんにちは。今日もね、コールオブデューティのアルファテストプレイしていきます。今回はね、フレンドとプレイした時の動画をね、ちょっと実況風に後付けしていくわけですが、さあ早速、バトルゾーンのね、ガンファイトということで2対2で進めていきます。で、マップはパイン。ここ結構好きだね。で、最初の武器は AUG か。さあ攻めるぞ。で、サブが M19。アサルトライフルね、結構使いやすいんでね、もうガンガン攻めてって。いた、早速いたんで。おっと、グレね、投げて、ちょっと引いとこう。あ、味方がやられた。さあ、どうする？いる、一人やって。なんか全然違う方向見てたよね。あー、グレ来たんで、ちょっと引こう。ちょっと引いて、右を見て、左を見る。あ、いた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 。イエーイ。なんか決め打ちしてたのかな？多分角にいると思って決め打ちしたけど外れて反撃されるみたいな。そんなゲームでしたね。さあ、どんどん突っ込んでいく。で、こっから、あ、いたいたいた。はい、一人やって。いた、目の前。はい、二人やっていく。結構あれだね、相手も私もこの石の周りが好きなんだな。さっきからこの辺で戦ってるぞ。まあでもね、こっち側のこの石の前のこの、なんつうの、木の柵から顔を出して戦うのは結構ね。で、一旦ちょっと相手がね、ガンガン攻めてくるんで、引いてみましょう。で、輪を使って、ギリギリのとこ見ていく。これがな、今回強いんですよね。街だとなんかもう、これやってた方が絶対に有利。頭1個だけ出して戦えるんでね、かなり有利じゃないかな。さあ、ここ出てきたらもう、1コロだよ、もう。完全に街だよ。で、味方も、あ、味方撃たれた。あ、スモーク焚いてる。まあ、多分入ってくるんで、ここでちょっと待ってましょう。さあ、はい、来たー。1人あって、で、あ、いた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 。さあ、二人撃っていく。これずるいわ、これ。ずるすぎるわ、これ、街。まあ、あんまりね、なんか、街のプレイスタイルは私個人的には好きじゃないんでね。やっぱ攻めましょう。M13。これなんだ、このアサルトライフルは。さあ、ガン攻めしていく。で、やっぱここが強いね。はい、同じとこが敵がいるんで、一人やって。あ、もう一人いるね。サクッと二人倒していく。いや、コールオブデューティーって、あれだな、なんか HP が少ないやつか、すぐね、敵が死ぬ印象がある。でも、最後にやったコールオブデューティーって、プレステ4なの、モダンウォーフェアリマスターとか、あれのデスマッチ、チームデスマッチやったのが最後かな。あんまりね、コールオブデューティーはね、やってないんですよね、私。なんかリマスタードの前にやったのが、お、ヘッドショット。普通の、コールオブデューティー4だっけ？もう結構昔なんだよね。まあ、要するに、コールオブデューティーのモダンウォーフェア系しかやってないね。なんだ、どっち？わからん、場所は。ああ、右か。そこに潜んでいたか。気づかなかった。まあね、現代戦の武器が好きなんでね、コールオブデューティーやってるわけですが。バトルフィールドとかもな、なんか、第一次世界大戦、おっと、頭打っていく。第一次世界大戦の武器はあんまり好きじゃないんでね、結局 STG しか使ってなかったんですけど。さあ、マッチポイントだ。M14。これ、なんかサブ武器の AUG の方が全然使いやすいんで、こっちに切り替えて攻めていく。おっと？見つかったか？いや、こっちじゃない。グレネード投げて。横から撃っていく。さあ、一人当たらん。弾が当たらん。負けだ。あ、上か。上から撃ってんのか、これ。
で、ショットガンだよ。絶望のショットガンが来ました。いや、これなんか負けフラグなんだけど、ショットガンとか。いた！お、見られてない。さあ、一人やって。で、もう一人やっていく。こう考えるとショットガン強えな。一撃なんで。遠くも当たるし、ショットガンちょっとね、この、コールオブデューティーではおすすめかもしれないです。はい、そういうことで、6-1で勝利。ということで、次のマップ行きましょう。さあ、次のマップ。マッチングして。もう結構みんなこれいじってるね。このエンブレムタグみたいなやつ。お、キング。ここか。まあ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 。まあ、ガンファイトのマップって結構左右対称なのが多いんかな。お、初戦はハンドガン戦だね。M19。あ、これ豆鉄砲じゃん。なんか当ててもなかなか倒せないイメージしかないんだけど、このハンドガン。さあ、このハンドガンで、まあ、どっから出てくるかわかんないんだよな。これあれなんだよな、ほんと。速攻で、塀の上登って相手がどっちに行くか見てた方がいいんだよね。まあ、塀の上じゃなくて横でもいいんだけど。おっと、そこに敵がいるんで、カーブ入っていく。うい。一発当てて。いた！さあ、二人。おお、ちょ、負けたんだけど。マジか、豆鉄砲だな、本当に。あ、しかも終わった。いやー、なんか豆鉄砲だな。まあ、やっぱりあれかな。このハンドガンはヘッドショットしなきゃダメ？それか、あんま当たってないのかな。よし。真ん中、この辺、これは結構ね、立ち回りが難しいね、このマップは。いや、音が聞こえないな。あ、いた。そっち行った。おー、ナイス。あ、もう一人いる。さあ、出ていく。こっち気づいてないよね、今のね。完全に気づいてないで、一方的に撃って、もう止まってるもん。なんか、隠れてんだけど、撃たれてるぞ、みたいな。そんな感じだろうね。お、L86A2。これなんだ、この銃。ブルバップ系の。あ、いた。さあ、一人やって。もう一人は？こっちじゃない。どこ？あ、おっと、いた。おお、危ない。飛び出してきたよ。びっくりだわ。ジャンプ。結構ね、やっぱね、ジャンプ打ちしてくる人多いね。私あんまジャンプ打ち使わないんだけど。でも、飛び出し打ちすごい使って、いた！うぃ、頭狙っていく。いいね。さあ、こっちは？いないか。あ、いた。しかもやられてる。じゃあ、あっちから出てくるでしょ？はい。めっちゃ見てるわ。つうか、コンテナから銃がはみ出してるから、出てくるタイミングがすごいわかるんだな。あれダメだよね、はみ出たら。AUG、サーブが M19。あ、結構これ使いやすいんでね。まあ、サイトがな、サイトがアイアンサイトなのがちょっと嫌だな。まあ、製品版はカスタムできるんで、ホロか、レッドドット乗せると思うけど。あー、どこだ？いた！うわ、遅れた。反応が遅れた。いやー、この場所はやっぱダメだな。どっちかにも思い切っていかないとダメな気がする。あー、やられてますね。さあ、して、お、真ん中行ったね。で、右から出ていく。いた！さあ、一人やって。もう一人。音が、こっちか。奥？上か？どこだ？潜んでるな。
足音がね、聞こえない。いた！もうびっくりした。そこにいたのか。のそのそっとやってきてる、今ね。ちょっと面白かった。あみたいな。あそこみたいな。で、次の武器が M13。もう結構これ使いやすいんだよね。いた！お、ちょ、今ので死なない？はい、一人やって。なんだ、グレネード。いた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 。よし、二人やっていく。このね、レッドドットついてるやつ、使いやすいわ。M13 って何か知らないんだよな。これ何の銃なのかな？なんか、シグでもないな。かなりカスタム入ってない？バレル。うおー、マジ見えなかった。これ何？右壁？左壁？全然見えなかった、こっち側。お、左。惜しい。股間めっちゃ撃たれてる。超股間撃たれてる。うわ、スナイパーか。いや、使いにくいな。いた！スナイパー苦手なんだよな。どうする？ハンドガンか？ハンドガンだな。ハンドガンで、ちょ！やばい。あー、裏から近接攻撃だな、これ。やられてる。めっちゃ撃たれてる。そう、スナイパーライフルが一番苦手だわ。ショットガン以上に苦手。どうしよう。これなんか近距離でも意外といけるもんなの？スナイパーって。いや、ハンドガンでしょ。さあ、後ろから近接で倒していく。さあ、もう一人。あと一人。合流した方がいいか？どこ？上？あ、こっちかもしかして。あ、あれか？奥にいる？わかんねえな。オーバータイム。いた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 。あ、しかも負けてるし。マジか。ハンドガン撃ったのに。ヘッドショットしなきゃダメだね、やっぱり。来たよ、ショットガン。まあでもこのマップ狭いから。まあなんとかなるでしょう。さあ、ショットガンで。いや、どうしよう。いた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 。ちょっと乗ってる。あー、タイミング悪いわ。タイミング悪いわ。はい、つうことでね、負けちゃいましたね。5-6。結構惜しかったんだけどね。まあ、そんな感じで、コールオブデューティーのね、アルファ版だっけ？ベータ版だっけ？アルファ版か。やってみました。結構ね、面白いんでね、製品版は出たら買おうかなとは思ってるんですけど、よかったら皆さんもね、やってみてください。以上です。また次の動画でお会いしましょう。